今回は四間飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。四間飛車穴熊の作戦もありますが、今回はオーソドックスに美濃囲いを選択します。2四歩とついてきたので、相手は左美濃か銀冠の可能性が高いです。昔は2四歩とついたら左美濃にするしかなかったんですけど、最近は2三銀型に組んで銀冠や銀冠穴熊に組むような将棋が結構見られますね。こちらは自然に銀冠に組んでいきます。銀冠6五歩と突くのが急所の一手で、7八銀と保留している形を生かしています。角交換になれば相手の穴熊は駒が偏っているので角打ちの隙が多いです。2分30秒。この5三銀は強気な一手ですね。4五桂と飛べるかどうかなんですけど、ここは強気に飛んでいこうと思います。相手はこの4五銀が狙いの一手でした。同歩と取ると7三角で王手飛車なので、こちらは銀を取ることができません。ただ飛車を成っていって次に銀を取る手があるので、まあ、相手の手が成立しているかどうかは難しいところです。こういった局面で急いで攻めていくと負けやすいので、3七銀としっかり受けておきます。4六の金に紐がついたのが大きいですね。後々3一あたりに竜が行った時に6四角の筋を防いでいます。これで左の桂香は取られてしまうんですけど、振り飛車はここら辺の桂香は取られても大丈夫です。6四角が急所の一手ですね。飛車取りと同時に4二の地点に駒を足しています。歩を垂らしてと金を作っていくのが最速の攻めですね。相手は分かっていても受かりません。ここは落ち着いて銀を逃げておきます。6三香で結局銀は取られてしまうんですけど、相手に香車を使わせたのが大きいですね。ここでも急いで攻める必要はないので一回受けに回っておきます。相手の銀冠穴熊は非常に硬くて馬までくっついているので攻め合いにすると厄介ですね。なのでこちらは曲線的な指し回しでリードを広げていこうと思います。銀冠の特徴を生かして上から押しつぶしていきます。美濃囲いではこういった攻め方はできないですね。銀冠の特徴だと思います。相手の穴熊は硬いんですけど、こちらが桂馬と歩しか渡さない攻めのため修復は困難となっています。3四銀だったら4六に馬を引いておきます。その時に単に4六に引くと3四桂があったんですけど、3四に銀を上がらせることによって3四桂の筋を消しています。急所の地点に馬を引くことができて、これで勝負ありですね。相手の穴熊は崩壊しました。いろんな決め方があると思いますが、金を手に入れるのが一番早いので同金と取って決めに行きます。単純に金を手に入れるために金香を投資しているので香車を損しているんですけど、それより金を手に入れる価値の方が高いですね。次に3三歩や4一銀の複数の攻め筋があって、相手は2つを同時に受けることができません。この4一銀が手筋ですね。即詰みとなります。1分。
よくぞこの厳しい戦いを乗り切った。はい、今回は四間飛車の将棋をご紹介しました。銀冠穴熊は非常に硬いんですけど、攻め方のコツさえつかめば攻略が可能となります。ぜひ参考にしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。